フランス人がカチャールズデラ・フォッスの絵画、作品名、コルキスへ到着したヤーソーオンとアルゴナウタイ、ベルサイユ宮殿所蔵、アルゴナウティカは、紀元前3世紀にロドスのアポローニオスによって書かれた女児詩。ヘルニズム時代の女児詩では、唯一現存しているものである。この本の中で語られる内容は、国会最果ての未知のチコルキスから、 金曜毛側を取り戻そうとするヤーソーオーンとアルゴナウ隊の航海の物語である。アルゴー戦建造を手伝うアテーナー。一世紀のローマのテラコッタの飾りにオールコス王、ペリアースが提示した条件を満たすため、正当な王位継承者ヤーソーオーンは、コルキスの金曜毛側を得るため、アルゴー船を準備した。ヤーソーンは前イリシ社中に、航海の参加者を募集した。 約50人の英雄たちが後悔を共にせんと、集結した。イアーソーンの下に集まった上院の顔ぶれは、まず、ヘイラクレースとその従者である少年ヒュラース、ディオスクーロイスなわち、カストールとポリュデュケースの双子の兄弟、詩人、オルペウス、メレアグロス、ボレアースの子ゼーテースと、カライスの兄弟、アキレウスの父ペーレウス、オドゥッセウスの父ラアイルテイス、ダイアイアースの父テラモーン、 そして、アルゴー船の建造者であるアルゴスなどであった。一行の目的は、アイアのコルキスまで旅し、金曜毛側を手に入れることである。イアーソーオンが指揮者を誰に選ぶかの合議を提案すると、ヘイラクレースが彼を推薦し、イアーソーオンはそれを受諾して、アルゴーの船長となる。アルゴナウ隊と後に呼ばれるようになる一行は、テッサリアの東海岸から出版した。 最初の気候地は、レームのストーで、同島では、女王、ヒュプシピュレーに率いられた女性たちが、彼女らを侮辱した夫を皆殺しにしたところであった。ヒュプシピュレーは、平楽レースを除く、男たちに、島の人口を取り戻すため、女性たちと交わり、子供を作ってほしいと頼む。イヤーソンを相手に選んだヒュプシピュレーに、もし男の子を授かったら、その子を、両親の元に送るよう言う。 アルゴーブネは再び出版し、ヘレースポントスを経て、ドリオニア人の国に到着。キュージコス王は友好的だったが、アルゴナウタイは、誤解から、ヤーンの中で、それと知らず、ドリオニア人と戦うことになり、キュージコスも殺す。王妃クレーテーは王の死を嘆き自死した。イアーソーンは神々をなだめるために生贄を捧げる。アルゴナウタイの次の目的地は、 キオスで、そこで、ヘイラクレースの連れのヒュラースが、ニュンペイたちにさらわれる。ヘイラクレースは心を乱れて、その地に止まった。アルゴブネは、ヘイラクレースとここで別れるが、グラウコスが海から現れ、一行は、正しい決定をしたと励ます。話は、ベブリクス人との出会いから始まる。そこで、アミーコス王から検討試合の挑戦を受ける。ポリュデウケースがそれに応じ、王を殺す。 ボスポラス海峡では、ゼーテイスとカライスが、予知能力を悪用した罰で苦しんでいた戦王、ピーネウスから、ハルピューヤたちを追い払う。ピーネウスはお礼に、シュムプレーガデス岩を通過する秘訣を一行に教える。この秘訣とアテーナーの助けで、一行は無事シュムプレーガデス岩を通り抜け、さらに多くの不思議な国々を旅する。女王ヒッポリテイ率いるアマゾンの国、人前で成功する。 モッシュのイコイ人の国、アレースを祭る島では、一行は、アレースの鳥たちに襲われる。プロメーテウスが鎖に繋がれた場所の近くを通り過ぎ、コルキス戦の遭難者を救助する。助けた中にプリクソスの子がいて、金羊毛を盗むための共犯者にすることに、コルキスに到着。イヤーソーンは、残忍な王、アイエーテウスに近づく良作がないか考える。ヘーラーとアテーナーから始まる。 二人の女神は、イアーソーンの冒険を助けることに決め、アイエーテイスの娘、メーデーアが、イアーソーンに恋するよう、エロースに頼む。イアーソーンは、プリクソスを同伴して、アイエーテイスのところに行く。アイエーテイスは、プリクソスのあまりに早い帰国を疑う。プリクソスは船が難破したことと、アルゴナウタイに救助されたことを王に話す。アイエテイスはその話に陰謀を見て取って、 イヤー,ーオンに、もし力と勇気を証明する試練に受かったなら、金曜も得ることができるだろうと話す。それは、聖堂の歪めを持つ、お牛の軍に引き具をつけ、アレースの野を耕し、竜の葉を植え、土から兵士たちを出現させることだった。薬と魔法に熟練したメーデーアだが、イヤー,ーオンがその試練に打ち勝つ望みはないと思い、ヘカテ程に祈る。 メーディアは利用できると踏んだイアーソーオンは、メーディアが神に愛の呪文を捧げているのを見て、薬と助けとアルゴの歌イを受け入れてくれるよう頼む。イアーソーオンは、メーディアの愛情に応え、一緒にギリシアについてきて、妻になってくれとメーディアに言う。イアーソーオンは、メーディアに好意を持っている女神ヘカテイに生贄を捧げてから、メーディアの薬を肌、服、槍。 剣に振りかける。薬で身を守ったことで、イアーソーンは、ウシの軍の突撃に耐え、ウシたちに引き具をつけ合を耕し、蛇の葉を植え、土から生まれた兵士たちを出現させる。イアーソーンは兵士たちの中に、大きな丸い石を置く。兵士たちはその岩と戦い、イアーソーンも戦いに参加する。兵士たちは全滅する。イアーソーンは、試練をくぐり抜けたが、アイエーテ t スは、 金曜盲側を手放すつもりはなかった。メーデーアは、金曜盲側を守るドラゴンを眠らせると申し出る。その代わりに、アルゴナウ隊に、自分を船に乗せて外国に連れて行ってほしい。裏切った不王から離れたところに連れて行ってほしいと、頼む。イヤーソンは同意し、再度、メーデーアに結婚を約束する。メーデーアは、ドラゴンを無力化する薬で魔法を使う。一行は、 金曜毛と共にコルキスを出版する。アイエーテイストメディアの弟、アプシュルトスが、アルゴ船を追跡する。イヤーソーンは、諸女たちの保護者アルテミスに、メディアと別れると提案する。それに、メディアは立腹し、船に火をつけると脅迫する。イヤーソーンは、彼女をアプシュルトスに仕掛ける罠の餌にするのだと説明する。罠が実行され、アプシュルトスは待ち伏せされて、 イアーソーオンに殺される。それにより、コルキス人はチリジリになる。それからに、三の付随的な冒険が描かれる。コルキス人は、また戻ってきて、メーデーアの返還を要求する。しかし、メーデーアは、自発的に国を離れたのであるし、もし二人の婚姻が完成されているのなら、メーデーアは、イアーソーオンと一緒にいてもいい。 逆にまだ処女のままなら、一緒にいてはならないということで納得する。それで、メーデーアとイヤーソーオーンは、婚姻を完成させ、メーデーアは、夫の元にいることを許される。トリートーニスコで、ヘイラクレースに殺されたヘビに出くわすが、ヘイラクレース本人は見つからない。クレータ島では、古代の人種の最後の生き残りであるタロースに遭遇し、襲われる。メーデーアは、呪文で一行を救い、 タロースを殺す。タロースは死んだ時、イ、e、ーコールを流す。ポセイドーンの子、エウペーモスが、トリートーン湖の海の中から受け取った土の塊を、投げると、カリステージマが生まれる。そして、最後、アルゴブネは、テッサリアの海岸に帰国する。作者のアポローニオスはホメーロスを手本にしてはいるが、アルゴナウティカはいくつかの点で、それまでの伝説やホメーロスの叙事詩と異なっている。 まず、ホメーロスに比べるとかなり短い。イーリアスが1万5千行を超えるのに対して、アルゴナウティカは4巻全部で6千行未満である。アポローニオスは、カリマコスの表現の簡潔さ、あるいはアリストテレースの死は、昔の女ジ死ジより短く、1回の着席で一連の悲劇作品の長さで十分であるという意見に影響を受けたのかもしれない。アルゴナウティカは、 アリストテレースの要求を満たしている。アルゴナウティカの各感はおおよそギリシア悲劇一本の長さである。ギリシア悲劇は伝統的に四つの悲劇、もしくは三つの悲劇と一つのサチュロス劇を一組として上演されていた。その合計がアルゴナウティカの長さに非常に近い。批評家たちはアルゴナウティカの中にあるホミエロスの影響にばかり集中したが、例えばエウリピデスの メーデーやカラのダイレクトな借用も見つけることはできる。主人公ヤーウーーンのより人間らしい弱さも、アルゴナウティカが他の伝統的女児誌と異なるところである。ジェイカイカースプカンは、アポローニオースのキャラクターの特色は、女児誌というより、リアリズムのジャンルに近いものがあると指摘している。アルゴナウティカは、よくヘレニズム小説を導いた文学的伝統の中に位置づけられる。 地方の風習、因果関係学、その他、ヘレニズム期の詩のポピュラーなテーマについての多くの議論の中でも、アルゴナウティカは古代の女ジ詩ジの伝統とは似ていない。アポローニオスは神話から題材を取るにあたって、ショッキングなバージョンはあまり使っていない。例えば、メーデーアはアプシュトルスを自分で殺すのではなく、ただ殺されるのを見ているだけである。神々も前編を通して、 事件と距離を置き、あまり動かず、宗教を空意化及び合理化するヘレニズム期のトレンドに従っている。また、イアーソーンとメーデーアといった異性愛をヘイラクレースとヒュラースといった同性愛よりも重要視している。これもまたヘレニズム期のトレンドであった。多くの批評家たちはアポロニオスのいくつかの美しい文章に感激を受け、 この本の最も素晴らしく美しい部分として、イヤーソーンとメディアの愛の場面を挙げている。そう、彼女の心の周りで騒ぎ、密かに燃ゆる破壊者の愛、そして彼女の柔らかき方の色は移り変わる、今は青、今は赤、彼女の魂の乱れるままに、アルゴナウティカはもう一冊ある。ウェスパシアヌスの時代に、ガイウスワレイウスフラックスが作ったものである。ありがとうございます。